米軍兵による日本軍戦死者の遺体の切断。米軍兵による日本軍戦死者の遺体の切断。米軍兵による日本軍戦死者の遺体の切断は、第二次世界大戦時、太平洋戦線において、アメリカ軍病の一部が日本軍戦死者の遺体に対して行った戦争犯罪、了気行為。アメリカ軍より公式に禁止されていたと考えられているが、禁止令は、 戦場の兵士の間で常に遵守されていたわけではない。これらの了期行為がどの程度行われ公的に認識されていたかは不明である。太平洋戦争において連合国軍は少なからず人種差別的表現を用いており、アメリカ合衆国においては戦闘員と民間人の区別をつけず日本人を皆殺しにせよと主張する者も,も多かった。一例として アメリカ海軍の代表的指揮官、ウィリアム・ハルゼー・ジュニア提督は、ジャップを殺せ、ジャップを殺せをスローガンとしており、艦隊宛ての通信文は、奴らを死なせ続けろとバレていた。チェスター・ニミッツ提督宛ての指針でも、もっと猿の肉を確保するための潜水艦の活動を提案した。ハルゼーは、新聞記者たちに対して、日本を占領した暁には、日本人女性全員に、 不妊死を施すべきだと冗談交じりに語り、また昭和天皇の処刑もほのめかした。日本側はこれらの言動を察知して、プロパガンダに利用した。春勢の発言は冗談めいていたが、戦場では連合軍兵士による残虐行為が実際に行われていた。太平洋戦線に投入されたアメリカ兵の中には敵兵の遺体の一部を切断したり、 狩料の獲物と同じように扱い、戦争の記念品、土産として持ち去る例があった。記録に残された初期の残虐行為は、1942年、昭和17年8月17日のギルバート諸島、ブリタリカン省、マキン島に対するマキン奇襲作戦で行われた。エヴァンズ・ガールソン中座に指揮されたアメリカ海兵隊、奇襲部隊のうち、自席指揮官、ジェームズ・ルーズベルト少佐は、 フランクリン・ルーズベルト大統領の長男であった。150人ほどの日本軍守備隊を一掃した海兵隊員は戦死した日本兵の遺体を損壊し、切断した男性機を口中に詰め込んだという。マキン島を再占領した海軍陸戦隊は戦場を整理の際、日本兵の遺体がズボンを脱がされていたことを不審に思ったが、不乱が進んでいたこともあり、蛮行に気づかなかった。 同年9月、アメリカ軍は、遺体のコレクションを行うことを、懲戒処分の対象とするとの命令を出した。サイモン・ハリソンはこれらの行為は、ガダルカナル島の戦いが、最初の機会であったと結論付けている。明らかに、生きていようが死んでいようが、初めて、日本軍と遭遇した時、戦死者の体の一部をコレクションすることは、軍当局に懸念を抱かせる規模で行われ始めた。見上げには、 金馬のほか、頭蓋骨や他の人体各部が採取されることもあった。収集された遺体の部位は、耳を切り取ってベルトにぶら下げる、歯でネックレスを作る、竿に生首を立てる、戦車に頭蓋骨を取り付ける、といった具合に使用された。ペリギューの戦い、イオウ島の戦いなどで、日本軍との間に死闘を展開したアメリカ海兵隊では、黄色人種に対する人種差別感情と、 激戦に次ぐ激戦による最前線兵士の精神的疲労も重なって日本兵の遺体損壊が日常的になっていた。撃墜した日本軍機パイロットの遺体や特攻により損傷したアメリカ海軍艦艇に残されたパイロットの遺体がコレクションされた記録もある。大量の日本軍の戦死者の遺体は廃尿や死体への射撃などで冒涜され、あるいは記念品として 前述のような猟奇的行為が行われた。なおこれらの猟奇行為は、敵兵に対する怒りから行われるだけでなく、モンゴロイドである、日本兵に対する人種差別的感情からも、行われていると批判された。同様の猟奇行為は、インディアン戦争やベトナム戦争といったほか異人種相手の戦争でも繰り返され、状態化している。戦後、 マリアナ諸島から本国へ日本軍将兵戦死者の遺体の残りが送還された時約60%がそれらの頭部を失っていた。サイパン島で収容所にいた日本人少年は海岸で頭蓋骨をボール代わりにして遊ぶという猟奇的行為を行うアメリカ軍兵士を目撃している。日本軍の戦死者の部位を切り取りコレクションする連合国軍兵士の猟奇行為は 戦争の全期間にわたり連合国軍当局に懸念を抱かせるのに十分な規模で行われ、そして広く広報され、さらにアメリカや戦時中の日本の新聞においてコメントされていた。ライフマガジン紙は1944年5月22日にアリゾナで勤労動員されているアメリカ人女性が 海軍将校のボーイフレンドからプレゼントされた日本兵の頭蓋骨トロフィーの横で手紙をしたためてる画像を配信した。同年6月にはフランクリン D ・ルーズベルト大統領が日本兵の腕の骨で掘ったペーパーナイフを贈呈されたという。後に大統領はそのレターオープナーの返還と適切な葬儀を命じている。日本でもこの記事が報道され、 前述のハルゼー提督の言動も踏まえて、アメリカ兵は、野獣、野蛮、悪魔として描写された。1944年6月13日付の報告では、アメリカ陸軍法務部長、ジャグにおいて、そのようなひどい残虐な行為が不快であることに加え、戦時国際法違反であると主張されており、それをすべての指揮官に配布することを推奨しており、敵の戦没者の虐待は、 病人と負傷者の扱いについて規定された1929年に批准されたジュネーブ条約の露骨が違反であり、さらにそれは関わるごとに戦場を保持している。交戦国は負傷者と死者を探し当て、彼らを強盗行為やその他の悪行から保護する処置を取らなければならないとされている。これらのアメリカ軍人の行為は陸上戦における慣習的な不分立に違反しており、 死刑に処することもできた。アメリカ海軍法務部では一週間後、その見解を反映し、幾人かのアメリカ軍将兵が犯した残虐行為により、日本人による報復行為が引き起こされ、それが国際法の下で正当化される恐れがあるとさらに付け加えた。しかし、これらの違法行為、遺体切断、戦利品収集はその後も断罪されることはなく、戦争終結まで続いた。 またこの日本の記事では、ライフ氏が1944年5月22日に掲載した九段の女性突外骨トロフィーの画像にも言及した。チャールズ・リンドバーグ、ニューギニア戦線に従軍の日記や、ユージーン・スレッジのペリリュー、沖縄戦記には、日本兵による米軍戦死者の遺体の切断の証言と、米軍兵による日本軍戦死者の遺体の切断の証言が載っている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。